してたんですが、皆さんこの日が僕の最後の技で、最後だけはちょっと盛り上がっておりたり、寒い中ちょっとあの日陰になって寒くなってて申し訳ない、最後は拍手も合わせていただけると前の方完璧なんです、横の方若干まだこういう方がいらっしゃいます、すいませんが最後は組んでる腕をよろしくお願いします。男性の方はちょっとポケットから手を出していただいて、ラブラブのところもちょっと組んでる腕も離していただいて、もうジェラシー、ジェラシー、ジェラシー、アンドサナちゃん、サナちゃん、サナちゃんごめんね、個人情報だったけど大丈夫大丈夫、コンプライアンス的には大丈夫だった、はい、学校じゃないから返事しなくていいからありがとうね。じゃあ皆さんこれが私の最後の技となります、応援よろしくお願いいたします。イントロで手拍子、ちょっと新潟の母にメールします、横浜の人温かい、ありがとうございます。あ、もう本当に嬉しい、一回転、そういう方が嬉しい、ちょっと待って風向きがこっち、背中、そして2本同時、これが最後空手チョップです。空手、頭には打ちませんよ、空手チョップ、落としたわけではありません、地面という技です、地面、分かる方だけ笑ってください、こんなんでよかったら何回でも皆さん気づきました、このポーズ、高さを変えて、よかった、何するの、バランス芸、するの、うん、もう大雑把に言うとお仕事でも本当に実は僕、皆さんの応援のおかげで20年間この大道芸、20年以上ですね、大道芸を続けることができてます。大道芸一人じゃできないんです、本当に貴重なお時間をどうもありがとうございました。それではこちらバランス芸で終わりです、ここで一つ大事なお話をさせてください。僕が大道芸人と言った時点で皆さんもなんとなく分かってらっしゃると思うんですが、私の最後を見て応援してくださる方、お気持ちを、実はこの場所を横浜市に特別に許可をいただいてやらせていただいたんですが、いただいたのが許可で、大道芸人には出演料、交通費一切ありません。海外では仕事として成り立てる大道芸、習慣がないので恐縮なんですが、皆様に支えられて僕は仕事として生きていきます。さっき言いました、実は今までこういうご協力いただいた、過去20年間ご協力いただいた皆様のおかげで僕は今日を迎えることができます。そして明日から頑張る力は今日の皆様に支えられておりますの で横の方、終わった瞬間すぐに帰る方がいらっしゃるんですが、全体の雰囲気よりもぜひ大人な行動をよろしくお願いします。で、前のお子様もいて、お父さんお母様何でもいいとは言いたいんですが、お賽銭ではないのであまり細かすぎるものはちょっと商品券、ビール券、クオカード、これは新潟の
糸井川の母が喜びますのでよろしくお願いします。で、若い方たち帰る方がいるんですが、僕は彼女に言っておきます。彼女、彼女、終わった瞬間にこっそりと、こっそりと帰るような彼氏がいたらよーく考えましょう。さあ彼氏、いいところを見せるチャンスです。ただこちら頑張ってますので、本当に大道芸、みんなの協力なしはできません。今日は拍手歓声ありがとうございました。つながっているっていうこと忘れないで。ありがとうございました。皆様の拍手、応援、本当に嬉しかったです。何ですか。実は20年間このローラーバランスで技を割ってたんですけど、昨年の夏からこちらを始めました。ただ実は昨日作り替えて今までよりも20センチ高くしてきました。実は12時半に1回やった時、途中で道具が壊れてちゃんとできなかったので、ちょっと今回もう1回リベンジ。ありがとう。多分登れるはず。若い人が増えてます。大道芸も世界もそうで、若い人が頑張る姿は素直に応援しやすいと思いますが、48歳、ちょっともうちょっと頑張るんで。高いとだいぶ高い。ちょっとあんまり長くできないと思いますが、ちょっと練習しとけばよかった。目の前が霞んでできないかも。ありがとう。ちょっと嬉しい。2回転すいません、大人の方、子供来ないで、子供来ないで。あ、お兄さん本当にすいません。ありがとうございます。拍
拍手をお願いします。で、皆さん実はこれ足踏みをしてバランスを取ってるんですけど、背中に投げる瞬間だけは足踏みを止めないといけないんです。背中、本当に子供の声で頑張りたい。ちょっと待って、今ならいけるかも。足の下、それは無理。すいません、もう一回音なのかった。あ、おいでごめんね、若いのに。ありがとう、ありがとうございます。ちょ、皆さんすいません、もう一回ね、今度子供の前で諦めたくない。20センチ高くして作ったんですけど、明日から元に戻します。これ難しい。あと、ヒゲも今日剃ります。足の下、お願い、成功したい。最後まで残っていた方に感謝を込めて、本当に皆さん今日ありがとうございました。諦めなくてよかった。実はこの曲の高ければ高い壁の方がという曲を聴いて、ちょっとこれやりたいなと思ってちょっと作りました。できてよかった。小島さん、今日はありがとうございました。私、川原明と申します。ワン、ツー、スリー。笑いを含めてやってるので本当に冗談っぽくなってしまいますが、皆様に支えられて僕は続けることができます。終わりましたらご協力、ちなみにあちらの方たちは帰るんではありません。駐車場に財布を取りに行くんだと思います。僕は人を信じて生きていきます。そして先ほど言いましたが、僕来週から2週間博多キャナルシティにおりますので、もしこの中に博多の方がいらっしゃいましたら、またキャナルで会いましょう。皆さん今日はありがとう。ワン、ツー、スリで、私のパフォーマンスは終わりとさせていただきます。本当に日本に習慣がないので恐縮なんですが、皆様に支えられて頑張って。お父さん、子供に働く大切さを。松村さん、どうもありがとうございました。見てください、小さな子供が。どうも応援ありがとう、といきなり名前呼んでごめんね。どうも、みんなお父さんお母さんにありがとうって、あと絶対こんな大人になっちゃダメだからね。 ありがとうね、どうもありがとう。